工場長のチャンネル。おはようございます、工場長です。今日は去年リクエストをいただいたまんま保留にしていた YouTuber の一日的な、なんか私の一日みたいな動画を撮っていきたいと思います。ちなみに今日は1月21日の月曜日です。ちなみに今の時間は見えるかな、7時26分です。さっき起きて、とりあえずなんかこの辺あまりにも汚いからあれだから、なんとなく布団を直してカメラを回しています。でマスクは、まあ、すっぴん隠すためっていうのもあるんですけど、最近乾燥がひどくてマスクして寝ないと本当に喉がえらいことになるので、最近は毎日マスクをして寝ています。という感じで、よかったら私の一日見ていってください。まず、まあ、大体起きたら顔とか洗って、まあ、普通の人間並みのことをします。それではゴー。気をつけてくださいよ。ヒイラギの時は突発的に暴力を起こすんですよ。誰に聞いたんだ。ヒイラギの恋人だった。朝ごはんです。すっごい簡単なんですけど、コストコのこのパン私好きなのでよく食べてます。ただいま9時6分です。いただきます。だいたいいつもこんな感じかな。うん、まい。よし、ごちそうさまでした。9時32分になりました。まあ、朝はだいたいこんな感じでのんびり支度しながらご飯食べたり、風流でドラマ見たりっていう風に過ごしています。でだいたい10時に撮影が始められるように、食器洗ったりゴミ捨てたりっていう風に家のことをとりあえずしていきます。でゴミ溜まっているので今からゴミを捨てて、で10時に撮影できるようにカメラとかのセットしていきたいと思います。10時9分になっちゃいました。多分今撮ったらこっち逆光だから、この辺に座るのが良いのではないかと思うので、カメラ準備していきます。10時16分でちょっと時間過ぎちゃったんですけど、これから撮影していきます。で紙なので多分12時には余裕に終わると思います。11時半には終わらせたい勢いで撮りたいと思います。それではやっていこう。それではこの状態から始めていきます。で今これ何もセットしていないプレーンな状態ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。そんでオープニングを撮ります。こんにちは、工場長です。今日は前から結構リクエスト、11時9分です。思ったよりも早く撮れたので、どうしよう、本当はもう一本撮りたいやつがあるんですけど、ちょっとあまりにも日差しが強くてここで撮るとね、まあ、自分の家具の配置も悪いんですけど、逆光が激しくなって顔が真っ暗になってしまうんですよね。家具の位置ずらせばいい話なんですけど、個人的には若干の光がある曇りの日に撮る動画が本当に好きで、なんとなく後ろからバックライトが当たってるような感じ、あの感じが好きでここに今ソファーを置いているんですけど、なかなか最近晴れてくれて、まあ、嬉しい限りでございます。とりあえず編集しようかな。昨日撮った動画もあるのでその編集をしつつ、今11時だから私大体いつも5時ぐらいに動画を出すので、それが間に合えば嬉しいから、これから編集に入りたいと思います。編集の前にちょっと忘れてた、今日の2時に
これを渡さなきゃいけない、まあ、近くの駅まで取りに来てくれるんですけど、これの準備しとかないと。 SD カードにね、多分データが入ってるから、それを抜き取って相手に渡す準備をします。ちょっといろいろと作業していたら今11時55分になっちゃいました。これから編集やっていきます。1時44分になりました。編集順調に進んでおります。多分5時ギリギリには間に合うか間に合わないか微妙なラインなんですけど、ちょっと2時にさっきの荷物、私の最寄りの駅までちょっと運ばなくちゃいけないので、とりあえず今から準備をして運んで、でそろそろお腹も空いてきたので、久しぶりにスーパーマーケットに行ってお買い物をして帰ってきたいと思います。2時半3時ぐらいには帰ってこれるように行ってきます。2時26分戻ってきました。お腹すいたよ。ブロッコリー、いちご買っちゃった。とりあえず冷蔵庫、サラダは最近もこういう切ってあるものを買っています。一人暮らしなのでこっちの方がなんかお得かなって、いろんな野菜入ってるし。今日のお昼ご飯です。すっごくアンバランスなんですけど、さっき買ってきた野菜のサラダ、これはかぼちゃとトマトとブロッコリーとしめじとチーズを入れたドリア的な焼いたやつ、そして鶏肉。それではいただきます。ただいま3時24分。ちょっとやばい動画間に合わないフラグが立っていますが、食べます。美味しい美味しい。本当はポン酢かけて食べたかったんですけど、ポン酢なかったので玉ねぎのドレッシングかけてみました。私炭水化物取ると本当に眠くなるので、だから基本編集する日は炭水化物を取らないようにしています。ごちそうさまでした。今3時41分なので編集に戻ります。台湾ではずっと行ってみたかった千と千尋の神隠しの舞台になった9分、6時49分アップロード準備できたので公開します。7時にあげようかちょっと迷うんですけど、もういっか、今あげちゃいます。公開終わった。まあ、今日アップしなくてもよかったんですけど、なんかここまでできたらアップしたくなりますよね。疲れたわ。あー、全くお腹空いてないの でもう一個撮りたい動画があるので、それをこれから若干髪の毛を直し撮りたいと思います。でこうやって動画アップした時、予約公開でアップする時もあれば、今みたいに家でアップする時もあるんですけど、家でアップした時はなんか1個目とかくれる人が嬉しいことにいるので、誰が早いかなっていう風に見に行ったりしてます。やっぱ1いる。早こめ、1こめありがとうございます。動画撮るのに髪の毛ちょっと直しました。で今7時8分ということで撮影しようと思ったんですけど、編集疲れたので一服しようと思い、オレを食べたいと思います。で今から撮るやつ、昨日前半部分撮ってて、その続きを撮るので、多分1、2時間あれば、1時間は無理だな、2時間ぐらいあれば撮れると思うので、まあ休んでもいいんじゃないかなっていただきます。まあ目安としては7時半かな、今10分なので7時半まで休んで、そっから始めて、まあ、9時半ぐらいに終われるように、ちょっとそのためにもお菓子を食べて頑張ろう。お菓子食べないでさ、ご飯食べろって感じなんだけどさ、ご飯の気分じゃないんだよね、お菓子の気分です。
まだにゃんが。もしもし。のんびりしてたら7時45分になってしまいました。撮ろっか。なんか撮り始めるまでが結構大変なんですよね。もう腰が重い。撮り始めたらもうサクサク撮れるんですけど、撮り始めるまでよ。もう一個食べよう。ちょっともう一個食べて、もう一個食べてから本当に撮ります。ね、今休んでる最中に電話があったので、それもあり。うん、ごちそうさまでした。とろとろ。とんなきゃ寝れない。照明つけて、カメラはこっち、よいしょ、で電気を、うん、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。終わった。撮り終わりました。ただいまの時刻9時22分です。まあまあいい時間じゃないかな。よかった、今日撮り終わって嬉しい。もうとりあえずシャワーに入りたい。お風呂、化粧を落としたいと思います。10時42分になりました。とりあえずシャワー入っていろいろ身支度して、もう寝る準備は万端なんですけど、全く眠たくないので、まあ、まだ11時だからね、普通に結構大人の人なら起きている時間ではないでしょうか。でいつもだったら眠たくない時、明日の分の編集とかいろいろやることやってるんですけど、今日はちょっと今 YouTube の VR ラボっていう動画制作プログラムに参加していて、それで台本的な、なんだろう、構成案的なのを作んなきゃいけないんですよ。それを作ります。気づいたら12時46分になってしまっていました。本当あっという間。なんかやっているとあっという間に時間で過ぎますよね。びっくりします。でもう今更お腹もめっちゃくちゃ空いてきて、もう寝れないんじゃないかなってぐらい空腹なんですけど、さすがに今から食べるわけにはいかないので、今日はこの辺で寝て明日の朝ごはんを楽しみに起床したいと思います。そんな感じで今日は私の1日動画にしてみました。まあ、そんなにね刺激的な1日じゃなく、こんな感じでのんびりゆるゆるっと過ごしています。何時にやるって言ってもその通りにできなくってお菓子食べてたり、だけどその日のうちにちゃんとやりきるように頑張っていますという感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。おやすみなさい。